あ、そういえばさ、前に新本漫画送ってたじゃん。あれどうなったの？実は今日発表なんだよね。そうなの？この雑誌で。そうなの？しかくマオくん、新本の漫画の結果が出たよ。そっか、とうとう発表か。やだ、どうせ発表まで電話来なかった時点であんま良くないのが分かってるし。別に最初から期待してないから。え、さ、みんなで結果を見よう。ああ、うう、ドキドキする。お、このページ3位。3位だって。すごいじゃない新本。え、いや、ここは喜ぶところじゃないっしょ。1位になんなきゃ雑誌に漫画載んねえし、意味ないじゃん。何言ってんの、初めてにしたら最高の成績じゃない。ね、新本。ね、あー、本人もよくわからない顔してる。複雑な心境。なんかよくわかんないんだけど、すごくやる気は湧いてきた。おお、早速次の作品に取り組んでくる。おう、その調子。頑張れ未来の大作家。っていうか新本、これタイトル修正されてる。元のタイトル。むしろ3位になれたのは奇跡よ。お邪魔しました。じゃあまた明日。あ、いっすー、あ、いっすー、俺の、あ、何これ。斎藤立ち帰った。おう、今しがた帰りましたよ。斎藤見たくなりたい。は？喜べない。3位じゃ喜べない。超悔しい。あっさ、俺アイス食いたいんで。慰めろ。何言ってんの、慰められんの嫌いなくせに。その通り。本当に落ち込んだ時、慰められるのは嫌い。惨めな自分を絶対に認めたくないから。よし、次はもっと上に行く。でもって、いつか売れっ子作家になって世界中に私の漫画並べて世界征服してやるんだから。かっこいい。はあ、どうしたの。うん、新本の漫画が3位なのに腹が立って。次はきっと1位になるよ。そうじゃなくて、新本にはずっと私と一緒にダメな若者代表でいてもらいたいのに、なんだか遠くへ行っちゃうみたいで。行かせるかよ。うん、いいな新本は。いつでも自分のやりたいことが明確にあって、私にはこれっていうの何もないし。あ、もうすごいよねチコちゃん。同じペースで歩くのは大変だよね。うん、同じペースで歩きたいの。え、ん、そのままぶつければ。え、まこちゃんのその気持ち、チコちゃんにきっと受け止めてくれるよ。人の話聞いてなくて、かなりのナルシストで、イケメン好きで野心家で、結構いい加減でわがままな人だけど、気持ちを伝えれば何か答えをくれるよ。うん、そうだね。チコ姉がもしチコ兄だったら、ほんと自慢の兄貴だったと俺は思うな。はあ、今も十分自慢のお姉ちゃんでしょ。美人で可愛い。いや、今はん、嫁のもらい手が不安な姉だろ。ふざけるな。チコちゃん、俺が進路調査で迷ってた時もアドバイスくれたしね。あの時は真剣にマコちゃんとチコちゃんを取り替えてほしいと思った。うん、でそれ失礼でしょ。え、ほんと失礼な。姉と弟がそっくりでお互い正反対。姉同士が親友、弟同士も親友。そんな兄弟たち親友たちが送る日常ライフ。お姉ちゃん